暗いわ。はい、どうも、藤です。新年、明けましておめでとうございます。新年早々、骸骨。まあ、せっかく新年一発目の動画だからね、なんかお正月感出したくて、まあ、かろうじてみかんがあったからみかんを置いたんだけど、なんかみかんだけじゃなんか寂しくてさ、で、なんか今実家なんだけど、こいつがなんかいたから、まあ、置いてる次第なんでございますけども。てか、実家で動画撮ってるのすげえ恥ずかしいんだよね。さて、新年にやる動画といったら、これしかないじゃないですか。福袋ですよ。で、今回僕が買った福袋、こちらです。またドクロだよ。これアマゾンで買ったんだけど、なんていう福袋かっていうと、シークレット超お得セット。何が入ってるかはお楽しみ、激安アウトレット。訳ありそう。そう、かなり安いんだよね。1000円でしょ。で、これのね、3000円のやつもあったんだけど、ちょっと目離した隙にもうすぐなくなっちゃって、結構後悔してんだよね。1000円でなんか3つ入ってるみたい。じゃあこれで一発目をね、この今年の運試しと行こうじゃないですか。嫌な予感しかしないけどね。で、ほんとね、何が入ってるかわかんないんだよね。多分なんかアパレル系だったような気がするから、なんか小物とかなんじゃないかな。でも言ってもそんなね、このドクロとかつけるほど、ねえ。うわ、これ買って損したとかじゃないんじゃない？だって、普通に、衣類系だったら、何かしら、開けづれえな。あ、開いた。よし。さあ、オープン。なんだ。まず、見ないで、感触を。あれ？お？あ、あ、あれか、これ、もしかして。あ、で、なんか全部一個になってるな。はい。出てきた。なんだろう。別にそんなに期待してないんだ、正直。うん。動画の撮れ高とか大丈夫かなって心配はしてるくらい。さあ、開けました。なんだ。感触でいこう。見ないで。1個目。これ。はい。ん？これなんだ？真っ黒だな。はい。ん？あ、これは、財布だ！財布だ！ペラペラ！なんて読むかわかんないけど、こういうブランドの。ああ、なるほど。お札が入る場所。黒だから紹介せないかな？え、ここ、あ、こっちがお札？うん。うん。うん。で、小銭入れ、ここ。小銭入れ、はい。うん。買わないわ。いや、でもね、なんかできる男ってなんか財布がちっちゃいイメージだからね。いずれ使う日が、まあ来ないだろうけど。さあ、気を取り直して、2個目。はい、ドン。あっと、これは、あ、でもこれはいいんじゃない？うん。これは、見ての通り、ベルトだね。ベルト。うん。黒の普通のベルト。はい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 。へえ。まあ、これは、黒ベルトしたい時とかに、まあ、黒ベルト持ってるけど。なんか今のとこあれだね。別に訳あり感ないね。まあ訳があるとしたら、売れ残ってるぐらいかな。さあ、ラスト！ラスト！ここまで、別に。ラスト！ドン！お？なんだこれ？あ、なんかいきなり、うさぎだ。犬年だけどね。だから訳ありなんだこれ。待って待って待って、そしてこれなんだ？あ、嘘だろ？勘弁してくれよ、これは。ベルトだ！そしてまた黒い！いらねえ！ 3 個中2個ベルト、そして2つとも黒。俺別に今黒ベルト気に入ってるのあるからいらないんだけど。あ、でもさ、福袋ってでもこういうものじゃない？何が来るかわかんない。それ開けるのが一番楽しい。そして、得したかどうかなんだよね。その値段的にも。で、値段なんだけど、これ値段が、原価5000円なの、これ全部。5000円のところ、80% オフって書いてあって、1000円なの。妥当かなと思うけど、使わないから損。